中国ニュースを解説するニュースフォーカス、ご案内は劉衛です。今回のニュースはこちら、東京パラリンピックの若き中国代表に注目。24日に開幕した東京パラリンピック、各国の選手たちが東京に集い、それぞれの競技で世界に感動と興奮を届けています。オリンピックの方では金メダル38個を獲得した中国でしたが、パラリンピックではどうなるでしょう。今日は期待を背負う3人の中国選手をピックアップしてご紹介します。まずご紹介するのは、開会式の旗手も務めた女子アーチェリーの周佳敏選手。1990年生まれで、先天的に右足が麻痺しています。彼女の人生に転機が訪れたのは大学卒業後の2013年、数合わせで出場させられたバレーボールの大会で、車椅子で必死にボールを追う彼女の姿が、国内トップレベルのアーチェリーのコーチの目に留まったのです。周選手はこの蕭淑芬コーチに導かれてアーチェリー選手になり、経験ゼロだったにもかかわらず、競技を始めてわずか1年で代表に選ばれ、世界選手権に出場。さらに2016年のリオデジャネイロパラリンピックにも出場を果たし、個人戦と混合戦の両方で金メダルを獲得。つまり初出場のパラリンピックで2冠を達成しました。東京大会でも驚異のスピードで成長する周佳敏選手から目が離せません。次の注目選手は陸上競技から。陸上といえば、東京オリンピックの方でも男子 100m の蘇炳添選手がアジア新記録9秒83を叩き出して話題になりました。パラリンピックの方にも頼れる中国選手がいるんです。先ほどの周佳敏選手とともに、開会式の旗手を務めた陸上の王浩選手。2018年にインドネシアで行われたアジアパラリンピック競技大会で金メダル5個を獲得し、そのうち4つの競技でアジア記録を更新、 100m リレーでは世界記録を更新するという快挙を成し遂げ、東京パラリンピックへの切符を手にしました。王選手は現在26歳、生まれつき右手に障害があります。2009年から本格的な練習を始め、2013年に国家陸上チーム入り。人一倍の努力でみるみる成績を伸ばしただけでなく、障害を抱える選手のための補助器具を自ら開発して広めるなど、チームでも頼れる存在です。東京大会では陸上競技の4種目に出場予定です。そして注目の選手3人目は、アームレスマーメイドとも呼ばれている水泳の盧冬選手です。1991年生まれで、6歳の時に交通事故で両腕を失いました。13歳で水泳に出会い、人並み外れた量の練習を重ねることで結果を出し、2012年のロンドンパラリンピック 100m 背泳ぎでなんと初出場で金メダルを獲得。その後2016年のリオパラリンピックでも同様に金メダルを獲得し、アジアパラリンピック、世界パラ水泳選手権大会、そしてパラリンピックの3大会を若くして制覇した選手となりました。今大会でもマーメイドの二つ名通りの泳ぎを見せてくれるはずです。オリンピックの選手は知っていても、パラリンピックの選手のことはよく知らないという方、実は多かったのではないでしょうか。テレビで観戦する際には、ぜひ今日ご紹介した中国の選手にも注目してみてください。パラリンピックがより楽しめるはずですよ。ニュースフォーカス、劉衛がお伝えしました。